책에서이런내용의글을읽은적이있습니다こういう内容が書いてある本を読んだことがあります。죄와또지옥에대해서자주설교를하시는목사님이계셨습니다罪と地獄に関してよく語られる牧先生がいらっしゃいました。하루는한젊은이가목사님을찾아와서이런건의를했습니다ある日若者が先生のところに訪ねてきてはこのように言うのです。목사님죄와지옥에관한설교를하면현대인들은실증을냅니다복선생罪と地獄に関する説教すると最近の現代の人々は嫌がるんですよ。젊은이들과또지성인들은교회를떠날겁니다そうすると若者や知性人たちは教会から離れていくと思います。죄대신실수라는말을사용해주세요ですから罪の代わりに失敗、過ち、こういった単語を使ってください。地獄보다는행복론에대해서많이설교해주세요。そして地獄よりも幸福、幸せに関するメッセージをお願いします。이말을들은목사님께서는젊은이에게이렇게반문을했습니다。すると牧先生はこのように答えられました。젊은이독이된병을꿀병이라고하면어떻게되겠나あなた、毒薬が入っている瓶を蜂蜜の瓶だと言うならばどうなると思いますか벼랑끝에서있는사람에게안전하다고하면어떻게되겠나掛け붙이に立っている人に安全だと言うならばどうなると思いますか암세포가온몸에퍼져서수술로도도려낼수없는상태에있는환자에게별일아니니안심하라고하면되겠는가まだ癌細胞が体中に広まって手術をしても完治ができない患者さんに向かって大丈夫です大したことありませんと言うならばどうなると思いますか현대지성인들은마음을건드리는것을싫어한다現代の人々は自分の心に刺すような言葉を嫌がる그러나죄를대서롭지않게생각하면불행을자초하게된다しかし罪をないがしろに思ってしまうと自ら不幸を招いてしまうことになってしまう죄와실수는분명히다르다罪と過ち失敗ははっきり違うものである죄는사망을가져온다罪は死をもたらすだ그리고죄의문제를해결할수없으면끝까지참된구원을이룰수가없다そして罪の問題を解決することができなければ誠の救いを得ることはできない빨간신호등을무시하고건너면서안전하기를기대하지말라赤信号を無視して渡りながら自分は安全だろうと思ってはいけない이처럼죄와그결과를미화시키는거짓에대해서거짓에빠지지않도록주의해야한다このように罪とその結果を美化する偽りに陥らないように気をつけるべきである달콤한독약이란없는법이다甘い독약というのはないものだから성도여러분죄인으로태어난사람이지만죄를짓고싶어하는사람은없을것입니다皆さん私たちは罪人として生まれたんですが罪を犯したいと思う人はいないでしょう그만큼죄를두려워하는마음을갖고있기때문입니다それは罪を恐れる心を持っているからです죄를알고지을때도있지만모르고지을때도있습니다罪を罪だと知って犯す時もあれば知らずに犯す時もあります알고짓든모르고짓든죄는죄인것이지요しかし知らずに犯そうが知って犯そうが罪は罪なのです하나님보시기에다똑같은죄인것이에요神様の見前では罪は同じく罪なのです그렇기때문에죄를깨닫고회개하고돌이키는것이중요합니다ですから罪を悔い改めて立ち返ることが重要なのです예전에이런내용의사건을기사를읽은적이있었습니다以前こういう内容の記事を読んだことがあります일명부부사기단사건입니다いわゆる夫婦保険金詐欺事件です어느부부가밤에자동차를타고집으로돌아가는길이었습니다ある夫婦が夜車に乗って家に帰っていました그런데차길가에스위치에서쓰러져있는사람을보게되었어요しかし道路边に酔っ払って倒れている人を見ます이부부는그술취한사람을자신들이찬자동차에태우고서는언덕아래로밀어떨어뜨렸습니다するとこの夫婦はその人を車に乗せては坂のところに走らせてその坂からこの車を点火させてしまうんです그리고차에불을질렀어요そしてその車に火をつけてしまいました죽은사람의신원을확인할수없도록만들었습니다それはその車に乗っている人の身分を
確認できないようにしたのです。그리고부인은남편이죽은것으로해서사망신고를내고거액의보험금을탔습니다そしてその妻は夫が死んだという死亡届を出して代金の保険金をもらいました。남편은이세상에존재하지않는사람이된것입니다なのでその夫はもうこの世に存在していない人になってわけです。그렇게해서5년이라는세월이흘렀습니다それから5年という時間が経ちました。이부부의살인죄는드러나지도않았고그리고아무도몰랐습니다この夫婦の殺人犯罪はバレることもなく、そして処罰を受けることもありませんでした。그리고처벌도받지않았습니다何も処罰を受けることがなかったんです。그러던어느날남편이신원을확인하는검문에걸리게되었습니다そんなある日、夫が道でこの身分を確認する警察の職務質問にかかったのです。경찰은이사람에게주민등록증을보여달라고했습니다警察はその人に身分証明書を出してくださいと言いました그런데이사람은보여줄수가없는거예요しかしこの人は見せることができなかったのです이미자신은죽은사람이되어있기때문에당연히보여줄수가주민등록증을보여줄수가없는겁니다というのは自分はもうこの世に存在していない死んだ人になっているので身分証明書を出すことができなかったのです우물쭈물하고있는이사람을수상히여긴경찰은수사를하기시작하게되었습니다모지모지しているその彼を見て怪しく思った警察は取り調べ始めました그리고5년전의사건이드러나게되었습니다その結果5年前の事件その犯罪が明らかにされたのです성도여러분사람들은자신이진실하면다른사람이어떻게생각하든지거기에그렇게얽매이지않지요皆さん人々は自分が正しければ何の過ちもなければ人々にどう思われようがあまり気にしないのです그런데자신이진실하지못할때는사람들의시선에촉각을세우게됩니다しかし自分が正しくない時には人々にとても敏感に反応するのです죄를범하고도드러나지않았을때떳떳하게행동하는사람들이있습니다罪を犯しながらもそれが知られていないから堂々と生きている人もいます또자신도모르는죄를범하는사람도있습니다また自分も知らないその罪を犯している人もいるでしょう사실정도의차이는있겠지만이러한모습이우리들에게도있는것같습니다程度の差はあるかもしれませんがこういう姿が私たちにもあるのではないでしょうか그런데이러한죄를숨기려고해도영원히숨길수가없는것입니다しかしこのような罪は隠そうとしても永遠に隠すことはできません드러나지않았다고해서그범죄가없어지는것도아닙니다明らかにされなかったからといってその罪犯罪が消えてしまうものではありません어떤사람들은금방그범죄가들통이나서처벌을받는사람도있습니다ある人々は自分の罪犯罪がすぐにバレて処罰を受ける人もいます그런데어떤사람들은그벌이그죄가드러나지않고위선을가장으로해서뻔뻔하게살아가는사람들도있겠지요しかしある人たちは自分の犯罪罪がバレなかったから堂々と生きる人も大勢いるわけなんです오늘우리가읽은본문말씀에서는이렇게말씀합니다今日の本文24節にはこのように書いてあります어떤사람들의죄는밝히드러나먼저심판에나아가고어떤사람들의죄는그뒤를따르나니ある人たちの罪はそれが裁きを受ける前から誰の目にも明らかですがある人たちの罪は後で明らかになります당장은금방은그죄가드러나지않는다할지라도언젠가는드러나게된다는것입니다今すぐにその犯罪罪が明らかにされなかったとしてもいつかはその罪は明らかにされる時があるのです먼저죄가드러났다고해서불행하겠다라고생각할지도모르겠습니다すぐに罪がバレた人を見てかわいそうだ不幸だと思う方がいらっしゃるかもしれません왜냐면어떤사람은죽을때까지그죄가드러나지않고사는사람들도있을테니까요というのはある人たちは死ぬまで自分の罪がバレずに楽しく過ごしている人もいるからなんです그런데가령죽을때까지그죄가드러나지않았다고합시다しかしもしその罪が死ぬまでバレなかった明らかにされなかったとしましょう그것으로끝나는것일까요それで済むのでしょうか그것으로괜찮은것일까요それで良いのでしょうか이세상에서는
그럴지도모릅니다この世の中で生きている間はそうかもしれません그래서많은사람들이죄를범하고도숨기고그숨기기위해서또범죄를저지릅니다なので多くの人々は罪を犯しては隠しまたその罪を隠すためにまた犯罪を起こしてしまうのです죽을때까지만드러나지않으면된다는것이죠それは死ぬまで自分が死ぬまでこの犯罪がバレなければいいと思っているからです그런데성경에서는이렇게말씀합니다しかし聖書を見ますとこのように書いてあります한번죽는것은사람에게정한것이요그뒤에는심판이있으리라人間にはただ一度死ぬこととその後に裁きを受けることが定められている그죽은뒤에도그죄를묻으시는심판을하시는하나님이계십니다死んだ後もその罪を裁かれる神様がおられるんです그렇기때문에죄를숨기려고해도숨길수가없는것입니다ですから罪を隠そうとしても永遠に隠すことができないのです결국그죄가그사람을심판에까지끌고가기때문입니다결국その罪がその人を裁きへと引っ張っていくからです성도여러분우리에게벗어버려야할가장큰짐이있다면무엇이겠습니까皆さん私たちにとって脱ぎ捨てるべき大きな重荷があるならばそれは何でしょうか바로숨기려고하는죄가아닐까싶습니다それは隠そうとする罪ではないかと思います숨기려고하는죄가있다면용기를내어서하나님앞에회개하며나아가는저와여러분될수있기를예수님의이름으로축복합니다もし隠そうとする罪があるとしたら勇気を出して罪を悔い改めて立ち返ることを主の皆によって祝福します죄에서부터돌이키고그죄를가까이지않고끊을수있는저와여러분되기를예수님의이름으로축복합니다その罪から立ち返り二度と罪に近寄らなく引っ張りと断ち切ることができるよう主の皆によって祝福します창세기38장을보면유다와다말에대한이야기가나옵니다創世記38章を見ますとユダとタマルの話が出ます유다는요셉의형입니다유다와요셉의아니です다말은유다의며느리입니다다말은유다의嫁でした그런데이며느리인다말이유다에게악한마음을품고유혹을합니다しかし嫁であるタマルが義理のお父さんであるユダに悪い心を持って誘惑をするのです결국유다는다말의속임수에넘어가게되어서다말은임신을하게돼요その結果유다は다말に騙されてしまいそして다말は身ごもることになりました후에이사실을알게된유다는자신의죄를깨닫고회개했습니다後にこのことを知った유다は自分の罪を悔い改めます그리고그를가까이하지않았다라고했습니다そして彼女に近づくことはありませんと書いてあります죄를짓지않는사람은없을것입니다皆さん罪を犯さない人はいないと思います죄로인해서실패하고좌절하는사람도좌절을겪은사람도있을것입니다また罪によって失敗したり挫折を味わった人もいるでしょう하지만중요한것은죄를범했다고해도그것을숨기려고하는마음을우리가갖지않는것입니다しかし重要なことは罪を犯したとしてもその罪を隠そうとしない心を持つことが大事なのです혹시죄가드러났다면용기를내어죄를회개하고돌이키는것입니다そしてもしその罪が明らかになったならば勇気を出して罪を悔い改めることが大切なんです죄를가까이하지않는것입니다そしてその罪に近寄らないことです혹시죄에서돌이키려할때실패할수도있을것입니다しかしその罪から立ち返ろうとするときに失敗することがあるかもしれません그렇다할지라도포기하지않고끝까지견뎌내는힘을가질수있기를소원합니다だとしても諦めず最後まで耐える力を持つことを願います끝까지견디려하는그힘은우리에게용기를줍니다最後まで耐えようとするその力は私たちに勇気を与えます용기는포기하지않고죄에서죄를끊을수있는끊기위해서필요한절대필요한필수조건입니다勇気は諦めず最後までその罪を断ち切ることができるために必要な必修条件であります그리고용기를내어견디어나아갈때우리의신앙의모습이결정되게됩니다そして勇気を出して一歩一歩耐えて進んでいくときに私たちの信仰が決まってくるのです그렇기때문에우리는용기를가져야될줄믿습니다ですから私たちは勇気を出しましょう사랑하는성도여러분愛する皆さん
오늘본문에서는말씀하십니다今日の本文ではこのようにおっしゃいます선한것도드러나지만악한죄도결코숨길수없다고말씀하십니다良い行いは明らかですがそうでない場合でもいつまでも隠れたままでいることはありません죄를짓고있는사람들이사람의눈이무서워서이렇게저렇게숨기려고하지않아야합니다罪を犯しては人の目を恐れてああしようとこうしようと自分の罪を隠そうとする姿をしてはならないのです죄를깨달았다면죄라는것을깨달았다면즉시로주님앞에회개하고엎드릴수있기를소원합니다罪であることを悟ったならばすぐにその場で悔い改め主の御前に立ち返ることを願います그래서하나님앞에정직하고진실되게또떳떳하게그리스도인으로서의삶을살수있는저와여러분되기를소원합니다それで神様の御前で正直なものとしてそして真実なものとして堂々とクリスチャンらしい人生を歩んでいく私と皆さんになることを願います죄를숨기려다가주님께서주신참자유를빼앗기는어리석은자가되지않기를소원합니다罪を隠そうとして神様が私たちに与えられた誠の自由が奪われてしまう愚かなものにならないことを願います그러므로용기를내십시오ですから皆さん勇気を出しましょう그래서주님앞에회개하고주님주시는참자유를누리며살아가는참그리스도인으로삶을사는저와여러분되시기를우리주예수그리스도의이름으로축복합니다それで神様の御前で罪を悔い改めて誠の自由を味わう楽しむ人生を歩む私と皆さんになることをイエス様の皆によって祝福しますいい時間말씀을생각하며기도하겠습니다この時間メッセージを思い巡らして一緒に祈っていきたいと思います